はい、皆さん、こんにちは。大阪電気の街、でんでんタウン電子工作教室。大阪市日本橋少年少女発明クラブの創作教室の時間です。今回はですね、磁石で作動するリードスイッチというのがあるんですよ。こういう形をしてるんですけどね。見えますか？これね、電磁石で、まあ普通の永久磁石ですけど、これ近づけるとね、パチパチとこうスイッチが入るんですよ。磁石でスイッチが入る。ね。こういうリードスイッチを使います。それから、モーターをこう回しながらね、モーター回りますよ。それからね、LED。まあ、街で売ってる LED このありますね。この LED もね、一緒につけたいと思うんですけどね。それをね、この 1.5V っていうことはね、単三電池1本だけで、モーターも回して LED もつけようというね、そういう回路の電子工作をしたいと思います。普通ね、LED。この LED はね、街で買ってくるとね、こんないろんな色の売ってますけどね。今、LED に電気つけますよ。はい、つきました。つきましたね。これね、赤 LED が今つきましたけども、LED はだいたい 2.4V から 3V ぐらいまでの間で光るように作ってあるんですよ。ね。なので、単三電池1本だと 1.5V だから電圧足らなくてつきませんけども、単三電池2本だと 3V だから 2.4V 以上あるので、こう電気つくんですよ。ね。電気つきます。でもね、こう 2.4V ぐらいでいいので、こう 3V かけるとね、かけすぎてしまうので、ここにね、保護抵抗っていうね、抵抗器を入れます。ちっちゃい抵抗器ね。まあこれ大体電子工作でよく保護抵抗ってね、使ってます。で、普通街で売ってる LED は 3V、電池使う場合は電池2本は必ずいるんだけども、それがね、電池1本でね、つけれる。そういうものを作ってみたいです。まあさっきのね、この 3V、これ 3V つきますよ。ね。これ線外してね。この線を外しまして、これ 1.5V でつくかやってみましょうか。1.5V でもつくかな。マイナス側が黒。ね。足の長い方がプラス。1.5V つくかな。つきません。ね。電圧足らないから無理。保護抵抗の前にこう、つけてもつきません。無理。だいたいもう2、あ、ちょっとついたか。これ見えます？ほんの少しついたね、これ。あ、1.5V もちょっと頑張ってついてる。けども、このしかつかないから、1.5V でもピカッと光らせようと思ったら、1.5V をね、LED が光る電圧にね、ちょっと上げてあげる回路をつけないといけないんですよ。で、そういう回路がね、入った LED がね、ここにあります。こんな LED をね、街で売ってるんですよ、これ。ね。で、これはね、足の長い方にこうプラスつけまして、そして、ね、足のね、右側をマイナスだからね、こっち側にね、この電池のマイナス線をね、こうつけるとね、つくかな、1.5V で。お、つきましたね。つきました。ね。1.5V で LED ちゃんとついてます。はい。つきました、つきました。ピカッ。つきましたね。ね。1.5V でつきました。こういう LED を今回使います。この LED ね、中にね、実はね、こうバラバラに分解してみるとね、こんな電子回路入ってるんですよ、これ。ほら。ね。こんな電子回路。保護抵抗も入ってましたからね。こんな電子回路が中入ってます。この LED を今回使いたいと思います。なので、登録されている方には今月はお送りした材料は、まず、電池ケース。電池から出たエネルギーがこのリードスイッチを通るんだけど、ガラスでこう、割れにくい、割れやすいからね。このリードスイッチはね、こうやって、なんかやってる間にね、ガラスの中でパキッと折れて割れてしまうんですよ。なので、こういうユニバーサル基板につけて、こう、ハンダ付けしてね、割れないように固定しておきました。これと、それから、モーター、ね。モーター、まぶしモーター系のモーター。それから、さっきの LED。この LED ね。これと、もうリード線ちゃんとハンダ付けしておきましたからね。これと、それから、リードスイッチを作動させる磁石、永久磁石ね。それから、単三電池1本。これだけの材料を皆さんのところにお送りしました。じゃあ、これどうやって繋ごうか。ね、今から考えてみたいと思います。つなぎ方、配線の仕方ね。
はい、これはね、こんな風に考えてみたらどうでしょうかね。何でもね、電子回路、電気を動かす回路にはね、必ず電気の元、エネルギーの元があるはずです。そこから出たエネルギーが何か仕事をして元にも帰ってくるというふうに考えたら分かりやすいと思うんですけども、今日は単三電池1本ですから、この単三電池が1本が、これが電気の元、エネルギー、これエネルギー入ってますからね、エネルギーの元。それから出たのが、エネルギーがまずこのリードスイッチを通ってね、リードスイッチを通って、そして、まずモーターを回して帰ってきましょうか。そしたら、こう、モーターを、ここに繋いでみます。赤い線と赤い線、ここを繋ぎます。ね、こういうふうに。はい、繋ぎました。そして、ここから電池から出たエネルギーが、リードスイッチを通って、モーターを回す仕事をして帰ってきて、この黒い線に帰ってくればいいわけですよね。ここにね、帰ってくればいいわけだ。そうすると、これで一つの、回路ができます。回ってるからね。ここからくるっと回った、こういう回路ができました。よ、こんな感じかな。うん。回路ができました。で、そこに、こう、同じように、この 1.5 ボルトが同じように、LED もかかるように、このモーターに並列って言うんですけども、モーターと同じところのこのプラスとマイナスのここのところに、並列に LED をつけます。この LED の赤。これね、LED は必ず赤プラス、黒マイナスだから、極性があるので間違えないようにしてくださいね。こっち側も黒いのをこうつなぎます。そうすると、はい、これで、モーターがこっちか。ね。はい。LED がこっち。なんかこう、こういう感じになりましたよ。わかります?はい。ね。ここから出たエネルギーがリードスイッチを通ってモーターを回して帰ってくる。一緒に LED も光らせて帰ってくる。本当にね、ちゃんとあれするか、回ったりするかね、してみましょうか。ちょっとモーターは分かりやりにくいから、これちょっと穴開けてね。そして、この軸にね、刺しときますよ。そしたら回ってるか回らないか分かりやすいからね。はい。そして、電池を入れますよ。1.5V 電池。入れました。入れまして、ここのスイッチを作動させます。このリードスイッチね。リードスイッチを作動させます。これは、この磁石で作動させるんでしたね。はい。磁石を近づけますよ。LED も光るのが見えるかな。LED の光るのがこうよく見えるようにして。はい。作動させますよ。お、すごい。あ、動きましたね。これ磁石を近づけると、はい、モーターも回って、LED も光りました。これ、あんまり長い間こうね、ずーっと回せるとね、この、リードスイッチのとこ、絶辺って言うんですけど、このパチパチとつくとこがね、磁石でね、磁化されてね、くっつきっぱなしになったりするのでね、その時はね、こうちょっと軽くね、こうポンポン、まあ軽くですよ。ここちょっと離してやったり、ちょっと時間を置いてやると、また元に戻ります。これだけのことなんで、今回回路簡単でしょ?電池から出てる黒い線と赤い線、黒い線と赤い線さえ結べば分かりやすくなるようになってます。はい、これで磁石を近づければ光ります。じゃあこれで何をするかな?そこはね、皆さんがね、自由に考えてね、こういう何か近づいたらこうわってなるとかね、なんかその辺を、まあ、自由に発想で考えてみてくださいね。まあ例えばですね、こちらですね、ね、先生と相談していろいろ考えてみたのがね、こんなんどうでしょうかね。こんな感じね。これはね、猫ちゃんの裏にね、こう磁石ついてます。でね、猫がね近づいてくるとね、ビューン近づくとね、うわ、おっとっと、ネズミがびっくりしたね。わー、逃げろ、逃げろーってね。このネズミの足がね、回転するシステム。わー、わー、来た、猫が来た、逃げろー。大変だ、大変だー。大変だ、大変だー。ニューン、近づいた、来た。逃げろ、逃げろー。みたいなね。まあ、こんな、回路が、工作ができて面白いと思います。あと、これまあ、立体的に何かね、こう、物を作って、なんか飛んできたら、こう、これが回ってビューンと飛び出すとかね。
まあ、いろいろ皆さんでこの辺を考えてみてください。今月は、単三電池1本でモーターも回るし LED も光る、それをこのリードスイッチね、磁石で作動する磁石で作動するリードスイッチを使ってこのような並列ね、モーターと LED の並列回路でこういう面白い工作を楽しんでいました。電電単電子工作教室、大阪市日本橋少年少女発明クラブの創作教室、磁石で作動する、ね、リードスイッチを使ってモーターと LED を同時に動かすんですけども、それを電池1本 1.5 ボルトでやってみましょうという自由創作教室でしたね。はい、それじゃあ皆さんも十分楽しんでみてください。はい、ではまた会いましょうね。来月どんな考えようかな、なんかまた面白いも考えたいと思います。さよなら。はい、さよなら。